女王陛下の内務大臣は、イギリスの内閣の閣僚である、内務省を統括する。18世紀初頭より、イギリスの国務大臣は、北部担当国務大臣と南部担当国務大臣という地域で分けた区分になっており、前者が北方外交を担当し、後者が内務と南方外交を担当していた。しかし当時のイギリスで、外交上重要なのは、 北方外交のみであり、南方外交は重要ではなかった。そのため南方省は本土担当の専門省にすべきという意見が強まった。1782年に成立した第二次、六金が無効う内閣から職務別の区分がなされるようになり、北部省は外務省、南部省は内務省に改組された。そしてその長として外務大臣と内務大臣がそれぞれ設置された。 以降内務大臣は警察、監獄、工場、鉱山に関する管理を統制し、また国王の恩赦に関する体験を保湿する役割を担うことになった。しかし歴史的には警察に関する限り内務大臣の権限はさほど強くなかった。イギリスでは各地の参事会が任命に関与する。 治安判事指揮下のコンスタブル集団が治安維持するという中世以来の古い体制が長く、はびこり続けていたためである。19世紀以降には警察を内務大臣の強力な指揮権下に置く中央集権化改革が必要との認識が高まり、1829年の首都警察法によって、オーロンドン地区には内務大臣指揮下の統一警官隊が創設された。しかし、 ロンドン外の警察中央集権化改革は父として進まなかった。1964年警察法でようやく中央集権化の第一歩が踏み出され内務大臣の権限強化が図られた。ついで1994年警察法、1996年警察法で内務大臣のさらなる権限強化が果たされた。1996年警察法は 国務大臣の権限として、警察の運用、公正に関する規則制定権、警察への査察権、警察予算の統制権、特別警察官や、見習い警察官の任命権、委任された場合の警官懲罰権などを認めている。所属性党保育党、党リー党保守党ピール派自由党労働党、スコットランド統一党挙国派労働機構挙国派、自由党、ありがとうございます。